昨日、メジャーリーグの開幕戦が行われる韓国にドジャースが到着した際何者かが選手らに向け生卵を投げつけた事件をめぐり警察が容疑者を逮捕していたことが分かりました15日午後2時50分ごろ大谷翔平選手や山本由伸選手が所属するドジャースが開幕シリーズが開催されるインチョン空港に到着した際何者かが生卵を投げつける事件がありました 卵は通りかかったデーブ・ロバーツ監督の手前の床に落ち、他の選手らにも当たらなかったものの、この件をめぐって韓国警察は慎重に捜査を続けていました。韓国メディアによりますと、警察は卵を投げた疑いで事件発生後、空港3階に移動し椅子に座っていた24歳の容疑者を逮捕したということです。容疑者は取り調べに対し、 外国人選手をなんで我々が歓迎しなければならないのか卵は選手らに向けて投げたと話し容疑を認めているということです。